オレンジヒキガエルは、両成功無微目ヒキガエルかヒキガエル族に分類されるカエル。全滅種。別名オスワカヒキガエル。コスタリカ固有種オス4.1から4.8センチメートル、メス4.7から5.4センチメートル。背面にはあまり発達しない龍器があり、龍器には黒く小さいサシがある。体側面には龍器がない。外尾口から目にかけてと、上まぶたの内側。 鼓膜背面に個室の隆起がある。鼓膜は皮下にあり露出しない。磁線は目とほぼ同じ大きさであまり隆起しない。鳴る脳がない。四肢は長い。胞子の色部の間にはあまり発達しない水かきがある。オスは背面の体色が赤や大々色。覆面の体色は泡大々色で不明瞭な大々色や褐色の反紋が入る。メスは 背面の体色が黒褐色や黄褐色で黄色い縁取りのある赤い反転が入る。覆面の体色は黄緑色や単鉱色で黒や赤の反紋が入る個体が多い。卵は大型で卵黄も大型。妖精は全長1.5センチメートルで体色は黒褐色。変態直後の妖体は背面の体色が濃褐色、覆面の体色が黒で全身に。 青白色の斑紋が入る。標高1590メートル周辺にある常緑公葉樹からなる雲霧林に生息していた。地表生で繁殖期にしか発見されなかったことから地中に潜って生活していたと考えられている。植生は動物食で昆虫、無脊椎動物を食べていたと考えられている。妖精は変態するまで食物を取らないこともあったと。 考えられている。繁殖形態は卵生。3から5月に、交運後にできた池に200から300個の卵を産んでいた。妖精は6月に変態して妖体になる。1987年には1500匹以上の個体と繁殖が確認されたが、1988から1989年に11匹が確認されて、以降の発見例がないため絶滅したと。 考えられている。絶滅の原因は不明だが、生息地が長さ8キロメートル幅 0.5km と極めて限定的ながら、モンテベルで自然保護区に指定され開発や水質汚染が影響しなかったため、干ばつが原因だと考えられている。ありがとうございます。